おかえり。なあ、ゴッドイーターも飯まだだよな。一緒に食いに行かねえか。ご飯ですか。チュルリ。うん、ちょうどみんなで外に食べに行こうって話してたところなんだ。せっかくだし、プラネテューヌの守護女神として地元の美味しいものをご馳走しちゃうよ。うわあ、行きます行きます、絶対行きます。たとえゲーム業界に週末捕食が訪れようとも絶対に行きます。週末。そういえばさ、今までどこ行ってたの？朝からいなかったよね。デート？デート？うわ！デート！このゲームでそんな単語出していいの？いや、出してもいいけど、それをやっちゃうなんて。別に誰が誰とデートしたって構わないだろ。んなことより腹減っちまったよ。早く行こうぜ。はい。到着しました。ここが今プラネティウヌでとっても人気のチリドッグのお店、青いハリネズミ亭です。店長さんが道楽でやってて、週末の午後しか空いてないんだけど、味はまさに一級品、知る人ぞ知る名店なんだ。今日はお二人のために貸し切りにしているので、遠慮なく食べて楽しんでくださいね。さあさあ、とりあえず定番のチリドッグを食べてみてよ。はい、二人の分。サンキューね、プッチ。おいしそう。それじゃあいただきます。シンプルだからこそ際立つソーセージのジューシーさ、すっごく美味しいです。俺もこういうの好きだぜ。このピリッとしたソースがなんつうかかっこいいみたいな。ネプチューノちゃん、おかわりいい？いいよ、今日は私のおごりだから好きなだけ食べちゃってよ。あれ、これってもしかしてフラッグ？マジか、なら俺もおかわりだ。そうだ、娘さん、せっかくですし、どっちがたくさん食べれるか勝負しません？お、やるか。その勝負受けて立つぜ。だもうダメだ、腹パンパンでもう入ら、うっぱ、胃が重い。もうたった5つでお腹いっぱいとか張り合いがないですよ。この手の食べ物なら50個目からが勝負なのに。50個。ゴッドイーターちゃん、一応聞きたいんだけど、今何個目？ちょうど今ので60個目ですよ。ここのチリドッグならいくらでも入りそう。キュッキュッ。どうしたのアバドン、突然出てきて。キュッキュッキュッ。アバドンも食べたいんだね。じゃあさらにチリドッグ20個追加するね。20個？もちろん。こんなに美味しいんじゃまだまだ食べ足りないよ。それに全部の種類を食べてみたいし、アバドンと2人でならメニューは5種くらいかな。過ぎてつい食べ過ぎちゃった。アバドンも美味しかったって。最終的には1人と1匹追加でメニュー7周半。ネプギア、これ教会で領収書切れないかな。ダメだよお姉ちゃん。はっ、やっせい、そこ。おお、朝から頑張ってるじゃないか。あ、娘さん、おはようございます。こんな早朝に起きてるやつがいるとは思わなかったぜ。いつもやってるのか？はい、早く一人前になるために訓練は欠かせませんから。今よりもっと強くなって早くあの人みたいになりたいんです。あの人？
私の部隊の隊長さんのことです。めったに喋らないんですけど、すっごく強くて、そしてかっこよくて、私の憧れの人なんです。人気での戦い方や隊員としての心構えとかも隊長さんから教えてもらったんです。心構えか。例えばどうなのだ。まず第一に、生きることから逃げないこと、そして戦場での3つの命令。死ぬな、死にそうになったら逃げろ、そんで隠れろ、運が良ければ不意をついてぶっ殺せ。ん？それじゃあ4つだぞ。1つ多くないか。これはこれでいいんです。なんでも隊長も新人時代に、そう、当時の隊長さんから教わったみたいで、けどこれさえ守ればあとは万事どうにでもなる。魔法の命令として私たちに受け継がれているんです。へー、かっこいい命令でいいな。はい。あ、もうこんな時間。どうした？予定でも。はは、デートってやつか。悪い、からかうつもりはねえよ。ほら、気をつけて行ってきな。行ってきます。デートってのは朝っぱらからあんなごつい装備持って出かけるもんなのか。